皆さんこんにちは。今回の動画撮っていきたいんですけど、今回ですね、通り心について少し詳しく話をしていけたらなと思います。まずですね、通り心っていうのがあるんですけど、まずこことかちょっといじった方はわかると思うんですけど、ここに通り心ツールっていうのがあるんですね。で、こいつあるのはあるんですが、簡単に言ったら、パッて引いて、で、一個一個していかないとダメなんですね。これってめっちゃめんどくさいじゃないですか。一個引いて、長さ測って、3000測って引いて、辺引いてみたいな。いや、そんなんもバカバカしいんで、ちゃんとあります、空き家のは。やった！まずですね、デザイン押してください、ここの。デザインタブを押して、下に行きますと、通り心設定っていう。ありますね。これをクリックしていただくと、通り心設定という、先ほどとちょっと似た感じやけど、ちょっと違うのが出てきます。少し説明していきますね。まず、形状というのがありまして、直行通り心と円弧通り心を選べます。まあ、円弧を選ぶ方はちょっと特殊なんで、今回は直行の方を選んでいきまして、で、次ですね、この配置ってありますね。この二つはもう多分わかると思うんですけど、見たら、どれぐらい開けて寸法を表示するのかであったり、どれぐらい開けて全体寸法を表示するのかであったりを、ここで設定できまして、で、この二つですね、すんごい便利なんですけど、これ、通り進行点に、要素、柱、オブジェクト、梁、ってありますよね。これをクリックすると、今から引く通り心の交差点に、なんと柱であったり、梁を勝手に置いてくれるんです。すごくないですか？めちゃくちゃ作業効率上がりますよ、これ。これね、柱以外に、まあ、オブジェクトもできるんですけど、まあ、これの詳しい設定はここでしていただくんですけど、例えばこれ500の角棒をやりますってなったら、もうこれでもういいですね。まあ、一旦もうこれでやりましょう。これで置いときますね。で、次ですね。通り心。まあ、これオフセットどれぐらいにするかっていうので、まあ、置いといて、これも配置位置どうするのか。どこを基準に配置するのかっていうのなんで、まあ、これ好みで構いません。このマーカーは、ま、4個あったらうるさいので、X 軸に1つ、Y 軸に1つ選択しておけば OK です。で、次ですね。名前設定です。名前設定はこれ、セット時これ Y と X なんですけど、それぞれ学校で指定とかあったらここも変えないといけないので、一応これも変えておいてください。で、これは下から順番に1、2、3、こっちは左から順番に1、2、3だよっていうことを表しています。これももちろん変えることができます。で、これがデフォルトで設定されている通り心なんですけど、ちょっと加えたいなってなったら、プラスを押していただくと。で、ここに適当に、まあ、3000入れときます。あ、ミスった。ごめんなさい。適当に3000でも入れていただいて、で、次こっちですね。これも、あ、一応プラスやろうか。で、こっちもちょっと3、じゃあ3000作ります。で、していただいて、で、あ、多いなってなったら、ここマイナスしていただければ。はい。でも今回これでいけますけど、等分もできるんでね。じゃーんってやって、綺麗に等分したければ、これをクリックしていただければ。大丈夫です。こんな感じになっちゃいます。まあ、いいか。今回これでいいか。はい。じゃあ、今回これでいきましょう。あ、これだけ3000にします。やっぱり、気分。で、一旦引いてみまーす。こんな感じで。さっきやった通り、ポチッと押して、回転だけ決めて、デフォルトのままでいいので、はい。ん？等分にしたからか。ちょーっと待ってください。ちょい。ミスっちゃった。あ、等分にしてるからやん。あかんやん。3000。はい。なんや、焦った。等分にしたからね。今、ここに書いてるけど、さっきの伸ばし具合によっては変わるよってことなんですよ。だから、ここに配置して、この角度でいいかなぁ。はい。ってなったら、
さっきみたいにはならないんで、こんな感じで配信できます。でです。通り芯、これ、できてますね。さっきのよくわからん数字と、打った3000。こっちは元からの4500、4500、3000。綺麗になってますね。これ 3D で見ると、わー。なんと、地中針まで入れてくれてます。地中針から、1回、2回、3回まで、やってくれてますね。これなんで3回までやってるのかと言いますと、これまた今度詳しく説明するんですけど、ここのフロアスの設定で、3階までで4階からは屋根だよっていうことをここに書いちゃってるんですよね。これデフォルトの設定なんですけどね。階高3000、3000、3000で、こっちは、基礎の方が2000だからっていうので、それに合わせてやってくれてます、こいつは。はい。すごくないですか？パッて通り芯引いただけで、ここまでもうできちゃったと。あとなんかもう壁引いて、階段とか入れて、ドアとか入れて、家具とか入れて、もう完成やみたいになっちゃってるんですけどね。まあ、こんな感じで、通り芯設定っていうのはすごく便利なツールでございますので、ぜひ皆さん使ってみてください。あ、最後にですね、このほんまに長さ正しいか確認しますね。ここにはメジャーツールっていうのがあるんですけど、これですね、計測。これを M ボタンで、できますので、M を押して、はい。きっちり真ん中っていうか確認して、はい。OK です。今、わかりました。4572.3。はい。ちゃんといけてます。900。じゃあ3000。はい、いけてますね。こっちは4500。はい、いけてます。みたいな感じで、メジャーツールはすごい便利です。3D でももちろん使えます。やった！例えば、M を押していただいて、ここを押すと、4回増える。はい。はい。4072.3 みたいな感じで。これはあれですね。なんで4072.3かって言ったら、柱の内側内側で測ってるんで、こうなりますけど、こんな感じで 3D でも測ることができます。もしよかったらこれも使い分けて、いいアーキーカードライフを送ってください。今回は以上になります。ありがとうございました。